僕初手カフェテリア上です。なるほど。上真上星を眺めてました。ああ星をねでそれから向かってるんで、めっちゃおしゃれやん。Let's go。 シュッ。青、水色、黄色。わひゃな。なるほど。ほう。そこに差しにがち。僕初手ナビゲーション行ってその後戻ってカフェテリアのボタンっていうような感じです。最終目撃。中井さんの目撃情報。中井さん見たかな。中井さん見てないっすね。ないですね。謎し。見てないです。初動から洗いましょうか。はい、サントスゾニキは下行って永遠に見合ってたんで絶対無理です。はい、僕と先端さんとゲンさんはなんか無理かなって感じの印象ですね、うん、僕視点だったら。そう、アドミン周辺からリアクター剣爪さんと自分剣爪師もできないかなと思ってます。あ、最初左行ったので。あ、なんかね、あのね、なんか左行ったんですけどチラチラと追いかけられてる殺気を感じて、で自分エレクトリカル前まで一回行ってリアクターが直ったタイミングでリアクターに行っても、その間誰とも会ってないです。うん、エレクトリカル前のにいる夏目先生を追っかけてました私。あれ追っかける形でした。夏目だけ視界が狭い。ごめんなさい、ちょっとゴーグル外します。いや、ペットが見えてました、はい、UFO が。ああなるほど。はい、あれごめん、白の出し合い、あれ、オラフ君、オラフ君センターさんだっけ、うん、あ、ゲンさんです。ゲンさん、リアクターいた人は多分確実に無理って感じかな。多分15秒だからリアクターに到達前後ぐらいが多分キルクールタイム回復になるので、イキさんとサントスさんがおそらくストレージからリアクター方面に向かったと思います。合ってます。合ってます。おっしゃる通りです。その時ストレージの給油にいましたので、スナパイさんがその前方にいない限りはお二人に反抗は不可能かなっていう。はい、前方にいた場合夏目先生が死体を見つけているはず。はい、ね、竹尾さんとゾニキさんでしたっけ、私の正面。あ、サントスゾニキ、竹尾さんはリアクターで目視してます。まあでも僕リアクター向かうの遅かったですよ。ケンツメシさんがメドベイの上で出てくるところで僕目撃してるはずです。はい、自分を見てます。もうちょっとなんかもう一回押し出し、サントスゾニキやったっけ、わかんなくなっちゃった。押すか。ごめんなさい、ゾニキさんと、サントスさんでしたっけ。あ、はい、ゾニキさんとそう同じ行動です。ありがとうございます。すいません。竹尾さんってどうでしたっけ。最終リアクターは見てますか。最終リアクターですけど、僕初手カフェテリア上です。なるほど。上真上星を眺めてました。あ、星をねでそれから向かってるんで、めっちゃおしゃれやん。竹尾さんの時に、スナパイさんって見ました。見てないです。どういう上から下からリアクター、上から下から。あ、上からですよ。で、上通ってる時にケンツメスさんと会ってケンツメスさんと一緒にリアクター直してます。はい、多分まとめると、まず僕の死体消しが一つ、最後にストレージに残ったケンさんが一つ、あと竹尾さんが一つって感じかな。ゲンがストレージに残ってキルした場合はスナパイさんがストレージまで降りてくることになるんで、先端さんかオラスさんがスナパイさん見てると思います。2、3無理だと思いますよ、今回。うんうんうん。普通に考えたら、僕の中では。普通に考えたら、K さんか、
スナパイさん、スナパイさんも星を見に行ったかどっちかしかない。はあ、まあ、いや、まあ、まあ、右上で結構右上、右上とかに行って、右上で局長さんがね、星見てるか全然あると思います。全然あるんで、星見てるか白になる。ケンツメさん、それかケンツメさんも一応あるかネットベイかな、まあ、唯一できるのか。でも一番可能性としてあるって右でスパイ系でコロッケさんが一番多いんじゃない、まあまあ、自主的に僕、タケオさんをかけます。うん、あ、いいですよ。じゃあ2人でやりましょう。ですね。いや、どっちが、うん、もう移りましょうよ。お、移りますか。僕はあの一緒に動きます。じゃあ、ケイさんかなと思って。確かに、狼だったら、うん、って考えると、ちょっと遠いのかな。みんながスキップ入れてくれると信じてます。ケイさん、ここに集まるんだ。自主的にかけます。じゃあ、持ってます。Aさんはどうやってボタンを押したんだっけ？行くか。着物覚えが悪くてのジジイ。はい。どう、Aさんってどうやってボタンを押したんでしたっけ？え、ナビゲーション。ナビゲーションに行って初手のスタートダッシュでナビゲーションに行ってます。でその後、ウェポンに戻るぐらいの手前、ナビゲーションの手前の通路でリアクターが鳴って、そのままカフェテリアのボタンのところに来てます。なのでまっすぐ行っているので右腕の殺害とかは分かんない。一番殺せる可能性を持っているのは K さんじゃない？武雄さんは左に行ってるからルート的には少ないから、K さんから落として武雄さんがどう動いてるか分からない現状なので、僕は武雄さんとペア行動って言ってます、うん、下はまず絶対なくて左は武雄さんは見てないんだよね。右にも来てないんだ。夏目さんとかも否定できるんじゃない？剣爪さんとかも。あ、そうだそうだ、うん、まあ一応そうですね、可能性としては。で多分初手で見られてないってことはスタートダッシュである程度動いていたっていうことがおそらく思われるので、なのでどこに行っているかが分からない以上、僕は武雄さんとペア行動と思っていて、武雄さんを釣る気もないです。いろんな可能性があるから、それは。いや、まあ、出してそう言いたいのは分かるけれども、思ってます。スナパイさんって初動誰にも見られてないんですよね。そうですね。そうですね。下はいなかったですね。左もいなく、うん、右もどうでした？で、右がKさんしか行ってないか。で、僕、ウェポンコミュニケーションまでしか、ナビゲーションまでしか行ってないんで、コミュニケーションシールドにか分かんないんですよ。あ、メントベイか。で、K さんってリアクターまで到達できましたっけ？いやいや、カフェテリアのボタンか。カフェテリアのボタンか。だから、だったらスナパイさんの行動経路が、リアクターになって右が初手右だったらリアクターに向かうはずなんで、その経路で羊飼い K さんに殺されたっていう考え方が多分普通、それか星流れてたか。だったら僕、たぶん武雄さんとぶつかってるはずだから。ゲームは K さんが今、コミュニケーションとかシールドまでを主体位置の範囲に広げたのがちょっとうんってなっちゃう。ないよね、ないと思うんですけど。計算してもっとスッキリしてるんじゃないのかな。竹雄さんがケンツメさんにならない？で、主体位置まで予測できない？思っちゃうけどね。わかんないのは他してんじゃないって思っちゃうけどな。はい、ちょっと釣られるの嫌ですけど、まあここは僕が押す番なんで。竹尾さんがハニーの場合の、はい、死亡位置がカフェ右上かカフェの左側、うん、かカフェの下、カフェの下か、あ、まあ、アドミンぐらい、うんうん、アドミンだったらセンターさんたち分かりません？あ、いや、でもその後でってことですよ。そう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 、全員で出たってことですね。ケイさんがボタンを押すギリギリってことです、うん、いや、でも最終リアクターで武雄さん目視してるんで、カフェ上星、まあ、どこか行ってアドミンできるでリアクターはちょっと無理だと思うんです。だから多分ケンツメシさんから否定した方がいいと思うよ、武雄さんの、うん、はい、
シロというか、ギョウさんが無理なとは。そうですね。ケンツメシさんがメッドベイから出てきた、出た時間軸と、タケオさんと合流した時間軸の間に、キルタイム開ける時間はあったのかっていうのと、まあ、あと、なんか誰にも見られてないから、カフェテリアで殺すタケオさんが、ケンツメシさんと会った後になんかそんなにアピールしてないように聞こえて、じゃあタケオさんとケンツメシさん、タケオさんがケンツメシさんに俺白いでしょってアピールしてないと思うから、うん、なんかいや最初一回ありましたね。なんだそのパスって思っちゃったよ。え、もう多分お互いわかんないんじゃない、はい、お互いわかんないぐらいが多分妥当なんじゃないの、その前の行動は。お互いだってカフェとメッドベイから来て合流ってだけだから、それ以上何も出ないんじゃないの。出ないと思いますよ。だけどカフェテリアでスナパイさんは何をしてたんだってならない。右上とかだったらタスクあるんじゃないですか。でも僕はその場合 K さんが目撃するのかなって思っちゃいますけど、ね、うん、そうなんですよね。確かにそう、本当おっしゃる通り、それが竹尾さんがやってるんだったら壁上ぐらいしかないと思うから、ああダウンロードとかだったらレポーター光らない。でもこれワンチャン、いやこれワンチャンメッドベイ、メッドベイで殺して茶色黒に色はある。あ、じゃあ自分もう一回押しますね。うん、なんかまあ、キンツメスのつってもらった方がいいんじゃない。いや、なんかキンツメスの歯切れの悪さがちょっと気になった。あ、じゃあ押します。なんか白く出せると思うんだよね、茶色を。うん、まあ、理想はなんか全部吸っちゃいたいけどね。ケオさん、ケンツメさんまで釣りたいけど、なんかケースで落ちてそうな気もする。押しました。はい。自分初手左に向かってメッドベイ行ってて、夏目先生が、アッパーの方に抜けていくのをチラッと見えてるっていう状態で、メッドベイ終わって上行くときにカフェ方向から竹尾さんが来てるっていう状況なので、まあ、一応竹尾さんとそこでいたっていうことだけ、最初の話で、増えていて、それ以上何もないので特に言うこともなく、それがすぐだ、はい、自然だなと思いますけど、はい、うん、何を話せばいいかちょっと分かんないです。あ、時間的には、あ、時間的にははい、メッドベイ最速で行ってポチ試験管ポチるのをやって、通路で合流したっていうので合ってます。そうです、合ってます。あ、キルクールは開けてると思いますよ。いずれにしてもね。いやいや、キルクールは開けてるんですけども、右側で殺して、殺せる位置が存在するのが、殺して合流までに存在するのが一瞬の星を見てる以外成り立たないので、うん。そうですね。右側で殺したら合流できないと思うんですよ。そうそうそう、できない、できない、できない。だから、そう、スナパイさんも一緒に星を眺めに行って言ってた説を追うかどうかだけだった。でもそれでもそれはないでしょ、さすがに。ああ、そういうことね。それであっても厳しいぐらいの体感でそれを分かってるはずだから、どうなのかなって思って聞きました。失礼失礼。ああ、そう、失礼。うん、絶対にさんやってみたら実際多分ね、合流までね13秒とか4秒だから、キルクール開けて3秒くらいの中に合流するのって多分本当に星眺めて、うん、殺して合流しか成立しないと思うんですよね。しないから、いや、これ右側で厳しいかもしれないな、ね、これ殺せないってことですよ。壁右上で殺せないよね、うん、左側に。右側の状況があんま分かんないですね、ごめんなさい。警戒ぐらいでいいかもしれない。大丈夫大丈夫。私は僕スキップに入れました。スキップに入れました。あのことか。僕ちょっと心を入れ替えて全部サボタージュいきますんで。ナイス。伝え方悪くてすいません。いや、夏目先生のすごい分かりやすかった。ありがとう。なるほどなるほどね。そういうことか。あまりにも短すぎるってことか、合流するまでの時間が。マジか、さすが、さすが目覚まし時計の、目覚ましテレビの時計くん。そういう話ね。なるほどね。新たな知見を得た。出せる情報は何もなくねみたいな。そんな前に何やってたか知らんわみたいな。なるのは普通じゃないと思ったけど。
顔が時計でできてる人とはやっぱ人は違いますね。オレンジ青白炭酸だと思います。あ、ちょっと待って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 、カメラ情報なんだけれども、うん、見た瞬間にすでに死体があって上にね上がってくね水色か何かがあって、で先端さんはで先端さんは死体を見つけてあえてレポートしないで逆走してゾニキさんが見つけたから先端さんの行動は謎だけど先端さんは殺してない。ごめんなさい、ゾニキさんに向けて説明しとくと、はい、どうタスクどうしよっかなと思って上行ってやっぱ下行こうかなと思った瞬間にあの光っててあっと思って戻ったって感じです。わかりました。そうだからこそキルモーションやパタッて倒れる瞬間とか見てないのでだと思うと申し上げました。まあカメラでも多分一致すると思います。だからごめんなさい、なのでも少なくとも先端さんは殺してないです。ただ下へ見て逆走してんで変だなと思って。サントスさんの情報は、キルした瞬間は見てないってことですね。つけ始めた瞬間でもうお肉だったということです、ね、そう見た瞬間にお肉と、この字のお肉の上にヒュッて抜けるのが誰かが見えて水色だった気がするけど、そんな自信ない。僕はアドミンいたんでそれやったら僕サントスさんの偽情報で僕はサントスさんに入れちゃいますね。え、見間違いじゃなくて偽情報を押すんだ。見間違いじゃん。ゲンはアドミンにいましたが、オラフさんいなかったと思います。あ、いないいない。で、かつと、サントスさんに即入れずるというのはあまりにも。じゃあもう行きましょう、次。行きましょう。行きましょう。ケイさんとオラフ。いや、危ねえ。サントスさんいなかったら、センターさんとローラーとかなってたかもしれない。いや、僕はゾニキさん絶対できないって言えるんで。ああ、ならよかったですけど、危ねえ。状況的に先端さんだと思っちゃった。もう私もそう見えるだろう、ね、ごめんなさい、タスクの まと開いてた、言わなくて今。危ない危ない、サントスさんナイス、申し訳ない、オラフ君早々に一人にしちゃって。いやいや申し訳ないです、僕もなんかしょうもないやり方しない、いやーすげえな、あれ運が悪いカメラの運が悪い、さっきのカメラの運が悪いのもそうなんだけど、水色っていうキーワードでさ犬連れてる人が3人いるんですよね。ああ、水色といえば、でその水色が死体発見のゾニキさんと絶対違うセンターさんなんだよね。もう水色子はおらかしか残んなかったね。確かに色的に。いやー、あとケンジメさん途中ごめんなさい、なんか歯切れ悪いとか言っちゃって申し訳ない。ごめんなさい。いやちょっとごめんなさい。めっちゃすげえと思ったあれ。何言ってんだなこの二人はと思ってたらそういうことね。いやーマジでサントさんありがとうございます。いや私と多分夏目先生がめちゃくちゃ通じ合ってね、その体感時計と、すげえさすが時計、さすが時計、生きる時計で、てか一緒に星を見ていく説を追わなきゃいけないのかっていうそれだけ悩んでましたけど、そんな追いたくないわ。見てた、ごめんなさい、見てたの、スナパイさん見てたね、だからローラよ。僕はねナビゲーションで星見てましたね。あ、確かいやーそうナビゲーションで殺したらリアクター鳴らさない方がいいですね、さっきちょっと教えてもらったんですけど、そうリアクター鳴ったらもう 100% 補足されます。最初キルしてリアクターはもうほぼ100、なんか変な行動してる人めっちゃ多くない限りはほぼ 100% 補足されます。唯一あるのは次のキルまで粘って無理やり噛んでローラーで、まあ、3人持ってくかな、2キル以上する前提の感じしますよね。人がいなかったんですよ。なんで押すかどうかも迷ったし、押さなくてよかったし、クーと思ってちょっとねダメダメでしたわ。星見てたのがワンチャンだったんだけどな。もっと星見ててよ。
でもあとインポスターでアリバイ証明するときに星見てましたって言わねえだろうなって思ってちょっと思いましたけど星見てました。縦上の星見るのはキルクール稼ぎで結構いい位置なんで。あれでも初動ではやんないでしょと思ってるけどね。次どうしようかなって。竹雄さんだけしか容疑者がいない状況でも同じこと言うと思うから。だから絶対とは言い切れないよ、その村っぽい言い訳。星見てるから白っていうのは言えない。